皆さんこんばんは。中野区の片隅からお送りするシシシな夜。このポッドキャストは普通よりちょっと残念なおじさん2人が一般的なおじさんになるために努力する、そんな夜です。皆さんこんばんは。チャンプです。ニクソンです。さあ、ついにもうこれもね、多分もうそろそろ10回をね超えるようになってきたんですけれども、どうですか、何回かやってみて。ニクソンさん、いやなんかね、ちょっとあれだわ。はい、その激しい話多くなってるわ。そうね、ちょっともっとまさかのいい話だよ。あの焼き物の話とかしてた頃が懐かしい。いやもうそんな時代もあったし、やっぱそういう話をやっぱねしていかなきゃダメな回がちょっとそうそうしちゃったから、お互い知らないことを教え合うっていうのね、ちょっとコンセプトにあったから、あれ僕そういえば2回目か3回目に映ったんだけど、ちょっとそれでいいですか、コーヒー教えてくれるって俺に映ったのよ。ああでいいっす。ちょっと先にそっち知りたくなったわ。俺がちょっとボクシングの話しようと思ってたけど、ああいいですよ。ちょっと僕何コーヒー、その一番美味しいコーヒーはどこですか。コンビニ行ってください。ファミリーマート、セブンイレブン、ローソンって、なんかね、俺ちょっと、はいはい、昔コンビニでバイトしてた時があったんだけど、はい、昔なんかチューブだったらしいんです。液体をそのまま入れて希釈するみたいな。ああ、そうなんだ。セブンイレブンが一番最初に豆を。はい、すげえ昔だね、それ。そうそう。一番最初に豆を導入して、セブンイレブンが、はいはい、要はなんか賞も取ったんですよ。コーヒーは。はいはい、はい。美味しい。なんかコンビニのコーヒーなのに。今コンビニコーヒーってさ、そう。もうメジャーだもんね。メジャー、もう喫茶店と同じぐらいじゃん。うん、マジ分かんないけど、素人だから分かんないんだけど。うん、でセブンイレブンが僕は一番美味しいと思ってる。そのでその後ほらローソンの街カフェってやつ。あやった。そういう名前、今も街カフェって名前。やってるやってる。ね。やってるやってる。だもうカフェいらないよね。いらない。なっちゃうぐらいコーヒーが。でさ、これちょっと僕の勝手な認識なんですけど、ファミリーマートってテーブルと椅子用意してないですか。あ、でもまああるとこはローソンもあるんじゃない。ローソンもあるか、まあまあ全然ある。関係ないか。イートインがあるとこはあるんじゃない。でイートインがあるもうコンビニは増えましたよね。言った通り、うん、もう喫茶店だよね。昔さ、ミニストップとあ AMPM にしかなかったよね。あ、そうだね。なかったなかった。AMPM ってあったよね。あった。ダウンタウンさんが CM してたの、ね、昔お米サンド売ってたよね。あったあったあった。なんか YouTube で、ゆっくりマリサだぜ、ゆっくりレイムだぜっていう、ゆっくり知ってる、知らない、知らない、まあ、いろんなの解説してるんだけど、今はなくなったコンビニベスト10みたいなんで、なくなった理由とかも発表してて、なんかね、理由があった。ちょっと今言えないんだけど、もうなくなって、なんかね、懐かしい。提携とかしてる。好きだった、AMP。今、多分でも、ファミリーマートで、うん、AMPM の色の靴下売ってますよね。あ、そう。なんか靴下売ってんじゃん、今、ファミマに。やってる。で、あそこで、うん、オレンジと紫かなんかの色が入ってるやつはもともとの AMPM の色なんですよ。あれ、あ、そうなんだ。確か。あ、じゃあそれの名残を残してるのか。名残かもね。かも、多分そう。サンクスってなくなったんすか。もうサンクス、ファミリーマートに吸収されましたよね。あ、そうなんだ。みたいな感じじゃなかった。でだから合併で、そういえば、そうそうそう、なんか昔あったのなくなってますね。確かに。コンビニ小話ちょっと2個していいですか。多いですよ。僕仙台の出身、パンプキンっていうコンビニがあって、わ知らない。パンプキン一世風靡してたんだけど、もう全くなくなって、宮城にいっぱい、そう当時ね、いっぱいではないけど近所にあったんですよ。で何個かあるの、宮城には。当時小学生時代、俺全国区なのかなと思ったら、まあ、全国区じゃなかったし、もう宮城にもなくなったし、ググっても出てこない。もう昔すぎて。そういうのあるよね。あるあるよね。あるのよ。そうそう、そういう謎コンビニもうなくなっちゃって、今大きくなってってね。そう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 、こうだから今3つぐらいしかないんじゃない。ローソン、セブンイレブン、ファミマ、それがもう、あとミニストップか。あとミニストップ、あとあれはポプラとかは、まあまあまあ、だそういうのはちょっとあるんじゃない。あと北海道に旅行行ったんですよ、この間。あ、北海道なんだっけ、セイコーマート。ああそうか、オレンジ、北海道にだけある、そうそう、北海道にだけある、うん、あの3つの、サツドラはドラッグさんね、札幌サツドラ、セイコーマート、あと山岡屋からラーメン屋。そう、あ、山岡屋でもなんか見ない。でもなんか北海道にめちゃくちゃあの多いすごいあるんですよ。そうそう。で、あのあとあのちょっとこの間、うん、あの沖縄の話したじゃないですか。ああ、はいはいはい。で、あのちょっと沖縄の旅行プラン今度立ててきてほしい。ぜひね、ちょっと僕来月あの沖縄行くから終わったらニクソンに、あの、あ、俺なぞるわ、その道を教えますよ。同じ道行こう。沖縄のファミリーマートって、うん、これちょっと僕も沖縄に詳しい人から聞いた独自の話で、詳しくなんていうの、ちゃんと調べてないの言って申し訳ないんですけど、うん、独自の沖縄に詳しい人、
沖縄にヤンバルマン、ヤンバルマンじゃない、いやいやあれは住んでたねヤンバルマンじゃないんだけど、あのヤンバルマンについてはじゃあ一回設けましょう、ヤンバルマンの回、そうそう、ヤンバルマンっていうヤバい元芸人がいるっていう、うん、もうちょっと一回一緒で、そうそう、あの呼ぼうぜヤンバルマンを、あで、まあ、沖縄 の、 あのファミリーマートは、あの独自で工場があって、お弁当とかもう沖縄で作ってるんですよ。だからファミリー、そうでしょ、えだって届けらんなくない、そう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 、だから見た目ファミリーマートなんだけど、なんか正式名称わかんない、沖縄ファミリーマートみたいな感じで、で入ると、はいはい、売ってるお弁当が全部沖縄なの。例えば、ゴーヤチャンプルー丼とか、アグー豚弁当とか、あのほら、ラフテーおにぎりとかもあるんだ、もう独自のもう作りなのの中に入る。だから、もしニクソンが沖縄行くときあれば、はいはい、まずファミリーマート入ってほしい。あ、独自の。もうね、食べ物とか、海外旅行行ったときにマクドナルド行ってみてみたいな感じで、ちょっとわかんない、マクドナルドメニュー違うの？海外違うらしいですよ。あ、そうなの？世界中で。あ、そうなんだ。そう、ちょっと味が違かったり、あ、そう、みたいな感じでコンビニも違うの？あの、ファミリーマートがもう全然違うんですよ。あの、見た目はファミリーマート、売ってるものがもう独自でありすぎて、へえ。あとさ、肉とお酒飲まないからわかんないけど、はい、あの焼酎なんだっけ、青森、青森、あの、はい、日本酒が逆にいない、青森って俺焼酎だから、あ沖縄はもう青森工場しかなくて、沖縄で俺ちょお土産さん聞いたの、沖縄日本酒ないですかって、沖縄に日本酒ないよ、あんまお米のイメージないですよ、稲作、あ、そう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 、お米が取れる、なんかね、北国の方が多いですよね、うん、そう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 、日本酒ってそう、沖縄といえばもう完全に青森なんだって、へー、まあだからコンビニ行ってほしいんだけど、それやっぱ一番おいしいコーヒーは何、どこなの、あ、コーヒーの話、コーヒーが僕聞きたいですよ今日は、あのさ、はい、多分コーヒーの、うん、なんつうの、入れ方が違うんですよね、入れ方コンビニによって、入れ方ってどういうことですか、あれだって豆引く、豆引いて、豆引くだけでしょ、エスプレッソ抽出と、うん、ドリップ抽出と、うん、多分2種類あるんですよコンビニだけでも、うん、エスプレッソ、エスプレッソじゃあ一回置いといて、うん、ハンドドリップ、普通のドリップってのはいわゆるコーヒー豆にお湯かけて出すコーヒー、はい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 、はい、見るやつ、あの、はい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 、パカッて開けて、はい、なんかかけんじゃん、うんうん、ドリップパックとか言って売ってるやつ、うんうん、でエスプレッソっていうのはいわゆるカフェラテとか、うん、ああいうのの中に入ってるコーヒーを濃縮した激苦コーヒーのタレみたいなやつがあるんですよ、濃縮することができるんですね、コーヒー豆を、エスプレッソマシンっていう、エスプレッソのためだけの機械があるんですよ。おうおう、私それを直すことができる、確かにねそれの原理としてはコーヒーをめちゃくちゃ細かく砕いて、そこに圧力を吸気圧をグッとかける、めちゃくちゃ圧力かけるとニョローンって濃いエスプレッソが出るんです、そのコーヒーが出るんです、あ、僕ちょっとど素人なんですけど、普通のコーヒーを濃くしたのはエスプレッソってことですか、そう、濃縮した液体がエスプレッソ、あ、味は一緒なんですね、あ、一緒じゃないけど原材料は一緒なんですね、だから薄めたら似たような感じになる、なるほどね、濃縮液です、なるほどね、エスプレッソを薄めたらコーヒー、あ、なるほどね、そう、でエスプレッソは本来、まあ、イタリアとかあっちの方で、うん、その砂糖とかをガンガン入れてちっちゃいコップ、はい、エスプレッソ用のカップで、あ、そうだね、ガンって飲むっていう、そうだね、まあちょっとカンフル剤的なノリで飲むような感じの飲み物、はい、濃縮されてるからね、はい、それがまああのいわゆる、うんうん、アメリカとかあっちの方でシアトル系のコーヒーみたいなのが一回流行ったんです、うん、でそれはエスプレッソをベースに上にクリームとかなんかいろんな甘いものを乗っけまくって飲むっていう、代表的なのがスターバックス、あ、はい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 、だからなんとかフラペチーノの一番下にエスプレッソが入ってるんです、あれ本当はそうなんだ、エスプレッソが入ってて、そこに苦いのがあって、うん、だからあそこの甘くて美味しいカフェラテっていうのができてきてるのが、まあシアトル系のそういうやつなんですけど、まあ、そういうのがエスプレッソとドリップがあって、うん、でコンビニによって機械があるんですけど、うんうん、あんまりあれですけどセブンイレブンに入ってるやつはドリップ式なんです、うん、ドリップ式というのはお湯をね、お湯をかけて出すタイプのコーヒーで出てくる、はい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 、で、他のコンビニで使ってるやつが、うん、あのエスプレッソマシン、うん、要はエスプレッソを出したやつをお湯で割って、うん、コーヒーとして飲んでるやつ、おお、なるほど、さっき言ったやつね、アメリカーノっていう、アメリカーノって呼ばれるんですけど、アメリカーノね、エスプレッソをお湯で割ったものをアメリカーノって言うんですよ、へー、まあだから厳密にはアメリカーノが出てきてるところと普通のホットコーヒーが出てきてるところと分かれるんですけど、なるほど、でアメリカーノはちょっとえぐみがあるんです、はい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 、だから普通のホットコーヒーを飲むとしたら、あのセブンイレブンの機械が一番すっきりとして
感覚的には味わえるんですが、アイスコーヒーとかあとミルクが入ったりとかちょっと混ぜ物をした時とかに美味しいのはエスプレッソ抽出の方が味がグッと強いので飲みやすい。へえ。だからカフェラテが飲みたかったらこっちのエスプレッソの方がいいとか、そういうのあるかもしれないですね。え、じゃあおすすめは普通のコーヒーよりもアメリカーノの方がえぐみがあって美味しいってことですね。えぐみがあって美味しい、いやえぐみがあるんでちょっと癖があるから、通好みなんですね。うん、だから普通の、まあだからどっちが美味しいっていうのはちょっと難しいんですけど、人によるんですけど、ちょっと苦みが強かったりとかするので、ミルクとか入ってる方は逆にエスプレッソ飲んでる方が美味しいです。おー、なるほど。ちょっとパンチが弱かったりするので、そのドリップで出してる方は。でホットコーヒーを純粋に飲もうとしたら、あのドリップの方が美味しいですね。僕なんかその貧乏人なんで、ええ、やっぱりその高いじゃないですか、スターバックスとか、はいはいはい、ちょっと、はい、だからやっぱりそのコンビニとスターバックスの違いがちょっと分かんないですよ、本当に。ああなるほど。だから行かないんですよ。あ、味の違いが分かんないってことですか。だったらもうセブンイレブンでいいんじゃないかなと思っちゃうタイプなんですけど、うん、やっぱ違うんですか、スターバックス。まずサービスが違うっていうのはまずありますよね。そうですね。そこにのお金っていうのはもちろんあるんですけど、はい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 、あと豆を選んでもいるんで、ああいうお店は、はいはいはい、あのそれ用の豆で、コンビニはまあ大体どれにでも合うような感じのとか、うんうんうん、でも今もコンビニもちょっと高い豆使ったりしてますよね。そうなんとかこれちょっと高いやつ選びますとか、はい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 、あれはあのちょっと趣味をこう傾けて、はい、うん、ちょっと特化したような、あのこういうイメージの味が欲しいっていうのに特化したような豆を使ってるんですね、うんうん、ちょっとむずいか、いややこしいですね。いや俺も説明がむずいんですけど。なるほどね。ちょっと今一瞬私もちょっとあの豆が詳しくないのあれなんですけど、うん、ニクソン君がそのおすすめする喫茶店とかあるんですか。別に有名じゃなくてもいいから、ぜひねポッドキャスト聞いてる方にここの喫茶店のここは本当いいですよみたいな。僕ちょっと行ってくるんで、そこ。あ、本当ですか。ぜひ。いやちょっとそれやっぱさすがにそれ言いますよ、行ってきますよ、でここで報告します。いやでも、うん、どこもみんなめちゃくちゃこだわってるんで、うん、あ、そうなんね。その本当は別にどこがってことはないんですけど、うん、あのあえてコーヒーってこんなに可能性がありますよって面白いのは、うん、まあ結構ベタですけど、うん、あの中目黒にあるスターバックスのロースタリー。うん、なんすか、中目黒のスターバックス違うってことですか。あのコーヒーの博物館みたいな状態になってるぐらいでっかい、中目黒に、中目黒にスターバックスのロースタリーってのがあって、ロースタリーって名前がついてるってこと。そう。え、そうなんだ。お酒も飲めたりするぐらいの、いっぱいコーヒーの機械並んでて、いろんな種類が飲めたりする場所はあります。あるんだ、はい、いやちょっと行くわ、じゃあそこマジで。あと池袋の方にも、なんだっけな、バリーコーヒーバレーみたいな名前でエスプレッソ飲み比べセットとか、まあ、ググったらいろいろありますけどね。まあもちろんね、はい、うちの会社の近くもマイヤマイヤとかちょっとおしゃれなカフェとか、まあどっかどこに行きたいって言ってくれればなんとなくわかるかもしれない。ちょっとでもまあまあ中目黒のその博物館みたいな、博物館はなんか普通にちょっと興味ある、今聞いて。ああでも美味しいコーヒー飲めるし、視覚的にも楽しめる喫茶店があるんだってすごいいいよね。そう、あの最高ですね。ドンキの裏。ああ、はい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 。あそこのね、うん、あ、はいはいはい、駅からちょっと歩くのそうじゃない。そうそうそう、 あっちから行くとそう歩く。あ、なるほどね、はい、あ、いやいやもう絶対行く。じゃあ感想言うよ。感想言う。いやこれはそこでちょっと説明してもらえるす。そのコーヒー豆も、うん、いってるんですけど、コーヒー豆って、うんうん、その入りが深い浅いで、うん、味がちょっと違う感じとか。ちょっとだからもういきなりもういきなり説明忘れたけど、やっぱりニクソン君はあのコーヒーをね直す会社の社長やっててね、コーヒーを直すっていうかコーヒーの機械を直す会社だからコーヒーに詳しいんですよね。うんうん、2人でいろんなところのコーヒー直しに行ったもんな、俺もバイトでね。あ、そうですね。あのどうしても大きいんでめちゃくちゃ、ね、手借りなきゃいけない時とかがあるんで、ある程度のコーヒーショップはもう網羅してるもんね。まあ、網羅してるか、まあ、週に行ってるからね。コーヒーショップってかもう観光地という観光地は行きましたね、まあ、行ってるよね、仕事で。行ってる行ってる。観光はしてないですけどね。コーヒーも何なんですか、その入れ方でやっぱ味変わるんですね。じゃあ、いや変わるっぽいです。大会がありますから。え、だから私その入れる側の人間じゃないんで。そうか、お前なんかさ大会になんか技術士として行ってたよね。技術士じゃなくて、まあ取り付けに行ってるだけです。あ、大会に、はい。あ、そうなんだ、機械を。その何なの、大会って年一とかでやってんの。年一でやってます、ね。全国大会、世界大会とか。これ我々みたいな一般人は入場できる、見れるの。あ、見れます見れます。ちょっと面白そう。あ、そこ行ったらいろんなコーヒーの機械あるし、いろんなコーヒー豆の展示してるとこもあるし、めちゃくちゃ面白いです。自分どこでやってるんですか、場所は。ビッグサイト。
あ、東京ビッグサイト。はい。すごい。そんなのを今これ聞かなかったら、お前のインスタとか見てなかったら知らなかったわ。あ、本当。あ、そういえばなんか行ってんな仕事にと思ってたの、インスタで。あるんですよ。もともとはまあ業者間で、なんていうんですか、商談会みたいな感じですけど、もう一般の人行っても面白いぐらい、いろんな。やってるんですね、それ。で、そこに出店しているようなお店はもう一流ですね。あ、そうそう、でもお金払ったら出れるみたいですけど。まあまあ、だとしてもさ、でも一流ですね。お金払ってまで出るんだから。でっかいブースがあります、だから、有名な、なんか聞いたことあるようなところ。おうおう、東京ビッグサイト。SCAJ っていう大会。わかりました。まあ私もだからもう今話聞いたんで、もうコンビニではもうコーヒー飲みませんし、自分でスーパーで買ってきて入れません。もう私もちょっと中目黒のスターバックスのみで一択で行くぐらいのちょっと今気持ちになりましたよ。いや別に高い豆がいい豆なわけじゃないですから。自分が好きな豆、嗜好品なんで。うん、好きであれば別に何でもいいんです。ちなみに僕ちょっと甘党で毎回コーヒーにミルクと砂糖を大量に入れるんですけど、はい、コーヒーの専門家からしたらそれどうなんですか。いや僕専門家、コーヒーの専門家ではないんですけど、はい、でも甘、めちゃくちゃ甘くして飲む、はい、どこだっけな、インドかなんかのコーヒーはそうなんですよ、はい、ラッシーとかじゃない、違うの、じゃなくてなんだかな、インドネシア、うわどこだったかな、ベトナムかな、うん、ベトナムコーヒーだけど、うん、なんかちょっと調べてきます。調べて。でもめちゃくちゃ甘い、もうそもそもそういう風にして飲むコーヒーってのもあるんですよ。コーヒーでも甘いもんだと。うん、そうそうそう、そういうのもある、俺さ子供の頃なんかさ、もうさっきお酒じゃないんだけどさ、コーヒー超嫌いだったのよ、苦いし。俺も全然飲めなかったっす、ね、もう今ね何かあればコーヒーばっか飲んでるわ。何なんですかねこれね。やっぱちょっと中毒もあるのかな。あるのかな、ーコーヒーとか多分中毒性あるんじゃないの。あれって俺らちっちゃい時やっぱコーヒーって言ったら、コーヒーってカタカナで書いたら紙パックの、あった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 、あの茶色のな、茶色のあったあったあった、あれになっちゃいますもんね、あれ一択、あの味ですもんね。そう、今だからもう微糖しか飲まない、ちょっと甘いのが好きだから。あ、ブラックでもブラック飲めなかったのに、さっきやっぱブラックが好きになってきた。こ、怖いね、味覚変わりますよ。まあいいことなんだよね。まあそうなってくるとだんだんこういろんな風味が分かってきて、いろんなことあるんです。まあ、とりあえずはその東京ビッグサイトの大会と、ちょっと中目黒のスターバックスロータリー、ロースタリー、ロースタリーに、うん、間違えるんじゃないよ、うん、ロースタリー、そこにちょっと行ってみたいと思います、うん、ぜひ。ありがとうございました。あ、いいですか、今回なんかいいですね。いや、ちょっと勉強になりましたよ、うん、ひけらかせる、すいません。次回は僕のちょっとボクシングの話します。あ、ぜひ聞きたい、ボクシング、うん、話、ちょっと質問もしてほしいしね、うん、まあ、とりあえず何にも分かんないから。格闘技な、格闘技、 K-1 といえば佐竹正明だもんな。佐竹、もう本当にもう創世記を、25年前ピーターアーツ、あー懐かしい。ブレイキングダウン出てましたこの間、審査員で。あ、そうなんだ、審査員で出てましたよ。シリル・アビディがね、この間出てましたよ。アビリル・ラビンが、まあ、いや、ラビル・バビディ何なんだと、ラビル・バビディじゃない、まあ、とりあえず以上です、はい、今から。ありがとうございました。